こんにちは。こんにちは。アウトドアファミリーです。はい、ということで、やっとキャンプ、これそこらました。いやもう久しぶりすぎて外に出るのが日差しが眩しすぎる。眩しいということでちょっと興奮気味なんですけど、今日はタープを張って家族でバーベキューしたいと思います。バーベキュー楽しみだということで、荷物はとりあえず下ろそうか。下ろそう。それではスタートね。これさ、つくしってさ、こうやってやってさ、草で、ここの草です。つくしつくしじゃねえだろ、この草で。最強そうなやつ見つけて。はい、草で。じゃあ、草で対決。パパ対ママ。やったー。ムカつく今、買って折ったでしょ。折ってない。インチキしたでしょ。折ってない。じゃあ、第2回目。はい、第2回目。えぇー。てえぇー。何で、へねへねと。これ最強。弱い。じゃあ、へにゃ。あ、やだ。まあいいから早くやろうぜ。やろう。始めたのゆかり。いいな。結構いい匂いするね、これね。何臭い。焚き火臭い。それではバーベキュー今日はやりますので、炭着火していきたいと思います。キングスフォードの豆炭です。よし、なもんで OK。 風が涼しいんでしょうか。くるりの名水です。これ洗いまして。マジ冷たい。冷たい。ちょっと顔洗っちゃう。気持ちいい？最高。じゃあいただいていきます。水。くるりの名水。気持ちいい。気持ちいいでしょう。うん、めちゃくちゃ気持ちいい。オッケー。ただいま。ただいま。ただいま。なんか重い。絶対握力おりますけど、老兵。パパの方。老兵は猿のみ。絶対さ、パパの方がさ、握力あるよね。老兵は猿のみ。一緒に待つか。あ、新玉ねぎだ。そう、それめちゃくちゃ美味しい玉ねぎだよ。あー、美味しそうな玉ねぎだこれ。ほんとそれ丸かじりしても美味しいらしいよ。ほんとに、うん、やんないよ。騙されないんだよ。いや、ほんとにほんとにネギ2本ぐらいでいくか。次はパプリカ。パパ歌わなきゃ。そこでパプリカ花が咲くから、ハプツカツカプツカ。いや、風が気持ちいいな。ね、最高だね。あ、結構綺麗な。あ、本当だ。いいね。唐揚げ買ってきた。コテッチャン。いいね、美味しそうね。お、いいね。ここに乗せちゃった。そう、ちょっとね。よっしゃ。オッケー。はい、ということでバーベキューの具材こんな感じです。アンガス牛のお肉と、あとちょっとまだ凍ってるね、イカ。シシャモとトン。これね、近くのスーパーおどやで買ってきた唐揚げみたいなやつ、めっちゃ美味しいんですよ。
あとこてっちゃん、お野菜、それもアンガス牛のステーキ、アンガス牛のステーキ、お野菜とカツオがあります。はい、炭もいい感じになりました。はい、はい、それではいただきます。いただきます。いただきます。バーベキュースタート。久しぶりだな。行こう行こう。おお、彩りすごいし、いい感じだ。彩り、いただきます。カツオ、カツオうまいよ。カツオおいしい。うん、うん、うん、やばいやばい、うますぎる。うん、やばすぎる、うまさ。じゃあ肉いただきます、はい、久しぶりのバーベキューで、はい、食べる肉はどんな味でしょうか。どんな味でしょうか。うん、うまい。やっぱこの肉おいしい、うん、アンガス牛ってうまいな、はい、ベリマッチ。トンも焼いちゃおっか。うん、トンも焼くべ、うん、よっこいしょ。あれのやつ、味付けのトン、味噌漬けの、うん、味噌漬けの豚の味噌漬け、ん、豚の味噌漬け。いや、外で食べるとめちゃくちゃ気持ちいいわ、うん、ちょっと発音声、ゆかにも取って。肉めっちゃ美味しい。めっちゃうまいわ、肉、うん、ね、カツオもうめえし、ね、最高だよ。やっぱ外飯最高なんだね。なんか今日のバーベキュー結構平和だね、うんうん。丸焼きピーマンマジで大好きすぎる。美味しいよね。うまい。最近ね、マイブームピーマンなんだよね。あ、本当。めちゃ嬉しいね、マイブーム。あのカニカマちょっと前までハマってたんだけど、うん、カニカマブーム過ぎて次ピーマンブーム。本当。あ、ピーマンうま。美味しいよね。ピーマンの丸焼きうまい。辛くなくない？うん、変な苦味ないよね。うん。うん、どう？ゆうた。うま。チキン。おいしい。うまいな。クロスやると最強だね。うん。パプリカ食うべ、ユータ好きだべ、大好き、うん、ほら、この最近、うん、赤いの食う、ピーマン、ま、食べる、ピーマン、はい、パプリカ食うべ、結構ね、レアだと思うよ、うん、でもいいと思う、あ、いいと思うよ、ほら、いいじゃん、ね、熱いから、ね、あ、柔らかいよ、めちゃくちゃ柔らかいと思う、あ、あ、いい感じ、あ、すごくいい感じ、ね、美味しそうだね、ほら。公開してた。マジで、うん、ありがとう。だから扱ったんだ、うん、うまいよ。シシャモ、うん、ステーキちょっとちっちゃめだけど、これはブリューマッチ。おいしい、おいしい、もううまいしか出ないね、うん、ピーマン変わったトンコシ。うん、あ、おいしい。なんかめっちゃ香りいいわ。焼肉のタレでやってるから。ベリーマッチ、めっちゃベリーマッチ、ベリーマッチでいただきました。うん、トレビアン、うん、ボンジュール、うん、マドバデル、違う、違う、マユ、いきなり、いきなり。ね、昨日ね、ゆかりなんかちょっと帰ってきたんだけどさ、はい、今その何が変わってると思う、だけど化粧しちゃってるから分かんないかな、うん、どう、いつもより笑顔が素敵です。棒読みみたい。いつもより笑顔が素敵。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。久しぶりのキャンプ場でのバーベキュー、やっぱりめちゃくちゃ最高でございました。ピンピラピン、そして全部がベリーマッチングでございました。人間って顔のバランスの黄金比がね、こっからここ1対1対1が黄金バランスになって、じゃあ俺じゃん。俺じゃん、俺思ってたんだよ、鏡見て、俺とこう1対1
対1対1だなと思ってパパの場合この下の20話のところまで1に入るのやばかった黄金比、これ黄金比のマジ黄金比、ここはなんていう言い方するかというと黄金比スパイスってここでね、あの肉で言うとスパイス非常に大事な部分食べるのに非常に大事なことでしょ、うん、ここスパイス、うん、だから1対1対1プラススパイスありがとう。洗ってきました。行きました。ゆかちゃんの真似してみました。久しぶりにしてみました。もうちょっとこっちなの。ねえいいからもうこっちってば。もうちょっとこっちか。じゃあもうちょっとこっちだよ。こっちかな。ああもう。一回くるっとしてみて。何をやらせんねん俺も撤収開始します。撤収完了です。完了で す, 完了です。今日はカズさんとキャンプ場でキャンプ楽しみました。アウトドアファミリーのステッカーが宿泊で来るともらえちゃうよ。非売品のやつだよ。ぜひ下の概要欄に詳細貼っとくのでチェックしてね。それでは、バーイ。